ジェイソン・ステイ・サムは、イギリスの俳優、元飛び込み選手。ジェイソン・ステイ・サムと表記されることもある。身長178センチメートル。イングランド・ダービーシャー出身。水泳の飛び込み競技の元選手で、イギリス代表チームに所属していた。1992年に飛び込み競技を引退し、ファッションモデルに転向した。ネット上や紙面において、 バルセロナオリンピックへ出場したとの記述が見られるが、当時のオリンピックイギリス代表チームには、ジェイソン・ステイサムの名前はなく、噂が一人歩きしたものだと思われる。ちなみに、誕生日には、1972年生まれと、1967年生まれの2説があったが、2013年に1967年7月26日と、公言している。1998年に、 映画、ロック、ストックトゥースモーキングバレルズで俳優デビューを果たす。これは、当時モデル契約していたブランドフレンチコネクションが、この映画のスポンサーになったことがきっかけであった。ザワンでジェットリーとの共演を機に、アクション俳優としての幅を広げ、トランスポーターシリーズやアドレナリンなどアクション俳優としての地位を確立した。そして2010年に公開された。 エクスペンダブルズでは、往年のアクション俳優、シルベスター・スタローに演じる傭兵バーン・ニーロスの、相冒険右腕のリー・クリスマス役に抜擢され、肉体派アクションだけでなく見事なナイフさばきも披露し、これを講演した。大ヒットした第一作に続き、2012年公開のエクスペンダブルズににおいても引き続き同役で出演し、前作では、 顔見せ程度の出演だったアーノルド・シュワルツェネッガーやブルース・ウィリスらとも共演を果たしている。また、2008年公開のデスレース撮影前には海軍特殊部隊と共に週6日の肉体トレーニングを10週間にわたっていたエピソードがある。スタントなしで演じることが多く、2012年のインタビューではアクションシーンについて問われた際、 俳優としてすべてのシーンに責任があると思っている。もちろんアクションシーンもね。だからそこだけを他人に任せるというのはちょっと違う気がする。可能な限り自分で演じ、その緊迫感で表現できることが大事だと思うんだと述べている。結婚歴は一度もなく2004年からイギリスのモデルのケリー・ブルックと交際していたが、破局。 2010年4月から同じくイギリスのモデルで20歳下のロージー・ハンティントン・ホワイトと交際している。2017年6月24日、ハンティントン・ホワイトとの間に第一子となる男児が誕生し、ジャック・オスカー・ステイ・サムと命名した。ステイ・サムのデビュー作であるロック・ストック・トゥ・ースモーキング・バレルズ以後、大半の作品を山地和弘が担当している。 山マが専属で担当するまでは、井上和彦、立木文彦、当時、弘樹などが担当することもあった。ありがとうございます。